はい、ズキです。今回から数回にわたり6月15日にドコモから国内発売が開始されたファーウェイ P20 Pro に関するおすすめ基本設定を確認していきたいと思います。今回は第1回目として P20 Pro のホーム設定変更、特にドロワーの設定をしていきたいと思います。ファーウェイ製品は今まで SIM フリー端末として販売されることが多かったわけですが、今回のフラッグシップモデル P20 Pro はドコモからいわゆるキャリア発売されています。日本国内以外で発売されているグローバル端末も購入することはできますが、技適等の問題もあって国内で合法的に利用しようとするとドコモ版を購入するしかないようです。ただドコモ版になったことでグローバル版にあった機能がオミット、つまり削除してしまっているところもあり、ファーウェイ製品の SIM フリー版を使い慣れた方からは若干不評のようです。ドコモにより魔改造されてしまったと言われたりしています。特にこのホーム画面でドロワーが表示できないのが使いづらく感じるので、ドロワーを復活表示させる方法を確認します。初期設定ではドコモライブ UX というホーム画面の設定になっていて、ここがある種ドロワーの代わりになっていると思います。タップすることで、はい、アプリがある程度表示されて、さらにインストール済みのアプリを表示させたいときはこの全てのアプリを表示をタップすることで、はい、表示されるようになっています。例えばここでインスタグラムを選択すると2番目の画面、先ほどの2階層目の画面に戻るという感じになっています。このドコモライブ UX も慣れてくれば使いやすいのかもしれないんですが、個人的にはどうしても慣れないので、まずはファーウェイのホームに変更してみたいと思います。設定から画面、そしてホーム画面をタップします。すると今設定としてはドコモライブ UX になってますので、ファーウェイホームの方に変更します。これで設定は完了です。先ほどとちょっと感じが変わったかなと思います。もう一回やってみましょうか。設定から画面、ホーム画面、ドコモライブ UX、 これがドコモライブ UX のホーム画面です。設定から画面、ホーム画面、ファーウェイホーム、こちらがファーウェイホームということで、少し見慣れた Android のホーム画面になったと思います。ただしドロワーがなく全てのアプリが表示されているので、まだまだ使いづらいと思います。例えばブラックベリーではこのアイコンをタップすることでドロワーが表示される、つまり全てのアプリを見ることができます。でこの中から使いたいアプリを長押しして、このようにホーム画面に落とすことができます。すでに、ね、落としてありましたので、今2つのアプリが1つのホーム画面に存在していますが、例えばこれを次のページに持ってくることで、どのページにいてもアクセスがしやすいように設定したりすることができます。このドロワー機能は本来ですと P20 Pro、 いわゆるグローバル版には設定されているんですが、ドコモ版には設定されていませんので、今回はアプリを使ってドロワーを復活表示させてみたいと思います。プレイストアからクイックショートカットメーカーかっこしてショートカットツール、こちらをタップしてインストールします。私はもうインストールしてあるので開くとなってますが、初めてインストールする方はここはインストールと書いてあると思いますのでタップしてみてください。評価は 4.6 ということで評価の高いアプリですが、更新日が4年前とちょっと古めのアプリとなっています。インストール完了後開くをタップすると起動します。このキーワードで絞り込みますというところにホームと打ち込みます。すると先ほど見たファーウェイホームと設定というアイコンが出てきます。次に設定をタップすると設定ホーム画面切り替えというアイコンが出てきますので、こちらをタップします。そしてこれを起動します。そうすることでホーム画面切り替えモードに遷移して、標準タイプとドロワータイプを選択できるようになります。この標準というのが先ほど設定したファーウェイホームの設定で、ドロワーを選択するとファーウェイホームにドロワーが表示されるということになります。ではやってみたいと思います。
はい、これでドロワーが表示されて使い慣れた見慣れた Android に戻すことができました。ドコモのね、改造から P20 Pro を救ったというとちょっと大げさなんですが、普段 Android 端末に慣れている方はこちらの方に設定した方がよろしいかと思います。P20 Pro のホーム画面にドロワーを表示させたいという方は試してみてはいかがでしょうか。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっておりますので、よろしければチャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。毎週月曜日夜8時くらいからは YouTube ライブ、ライブ放送もしてますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。